はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エッジブログです。私たちは名古屋駅に来てます。今日は世界一でかいエビフライを食べたいと思います。そんなのありますか、名古屋に。世界一、日本一ではなくて世界一ですか。そうそう、日本一ではなくて世界一。エビフライは名古屋で有名でしょ、うん、いろんなところにエビフライ食べれるでしょ。エビフリアね。そうそう、エビフリア。今から行くお店は本当にでかくて美味しいです。名古屋駅のすぐ近くにあるということで、だから場所もめっちゃ便利。新幹線でちょろっと寄った人も行けるね。そうそうそう。ちなみにここに銀時計があります。集合場所だね。そう、名古屋駅の集合場所といったら金時計か銀時計。私たちは今からエスカに行きます。ということで外に1回出て地下街に行きますか。はい、そう、今からエスカに行きます。エスカとは西口の地下街です。いろんな食事のお店たくさんあって、名古屋飯がめちゃめちゃある。中央にお乗せください。俺多分こっちの西口のエスカの地下街初めて来ました。それはおかしいよ。普通あの東口に行くんだよね。ああ、まあね。ね、こっちはあんま来ない。でも名古屋飯を食べたいならこっちに来た方がいいよ。いろいろあるよ。お、両口屋、これきよ。そうそうそう。皆さん知ってますか？ウイローとかで有名ですよ。あ、米田もあるよ。モーニングといえば米田コーヒーですね。まあ東京とかにもあるんでね。行ったことある人いっぱいいると思うけど。名古屋もぜひね、今度動画にしたいと思いますが、はい、山本屋もあるよ。ああ、持ち帰りのお店ありました。ありましたか。ありました。あ、エビドテってお店。そう、新名古屋名物、日本一でかいエビフライ。これぐらい大きいですよ。本当に嘘でしょこれぐらい大きかったらやばいでしょなんで信じるの名古屋大名物、日本一のって書いてあるよ。日本一の大エビフライ35センチ。絶対に世界だよ。世界、すごいよ世界。そう、ここにいろいろエビフライの料理があって、でもこれは一番すごいよ。あのタワーみたいな、すごいじゃん。何これ、これ本当に出てくるの1、2、3、4、4本、5本ぐらいあるよ。うん、そう、めっちゃ値段するよ。本当だ、6880円高いね。ああ、でもなんかいろんなエビの料理があるから、これも可愛いね。いろんなエビをの種類を使ってる。なんかエビフライのちっちゃいやつを重ね上げた、うん、で味噌がのっけたやつとか、あとはなんか土手的な串に付けたり。本当だ、エビ土手串盛り合わせ。なんか本当にエビフライが好きな人がこのお店はめっちゃ満足です。すごいね。入りましょう。初めて知ったわ。あのメニューの裏にここのお店にあるエビフライの種類が全部書いてある。ほんとだ、リアルサイズ。リアルサイズだよ。さか俺の顔よりもでかいじゃんもはや。特大とか大になってくるちょっとだけね。ちょっとだけなんだあ、なんか味噌ドテ的なのがいくつかあるんだね。まあ名古屋ですからね、うん、味噌ドテエビフライ盛り合わせみたいなね。うん、すごい。私はこれを食べたい。特大天然大エビ35センチ、定食だね。 Yes。 じゃあレナさんそれで決定。はい、タカは何を食べたい。俺はせっかくなら味噌かな。エビフライの味噌。他にもいっぱいあるね、本当に。そうでしょ。金シャチ、これとかマジで可愛らしくない。そう、可愛らしい。食べれなくない、一人でこんないっぱいエビ。大丈夫、うん、大丈夫大丈夫じゃあ味噌だったらこっちのページだね。だからこれ面白いよ。なんかこうディップをするやつ。それかなんか鉄板。鉄板もめっちゃ名古屋でしょ。うん、あの別のメニューに名古屋名物の手羽先も八丁味噌土手にもあるよ。本当だ、居酒屋的に感じでもいいね。手羽先、すいません、もっと声大きくしないと叫んですいません。このお腹の中の腹から声出さないと分かる。すいませんじゃ誰も来てくれないよ。誰も来てくれないよ。恥ずかしいよ。失礼します。はい、この定食をください。特大エビフライ定食。はい、
この土手の盛り合わせってご飯とかはつきますか？ご飯はついてないです。あ、じゃあこの普通の盛り合わせのエビ4本、野菜4本にライスを単品でつけてください。特大のエビフライ3000円だよ。高いね。でも、うん、まあでもでかいからね。こんなでかいんでしょ、35センチ。まあ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 、後で測るよ。35センチなかったらどうする？そうフレーム言う。そうここにメジャーが書いてあるよ。あ、本当だ。あ、これで測れるんだ。ここそうあるかなって。そうやばい外国人だよ。クレーマーだよ、クレーマー。そう、34センチだったらクレームだよ。土手の味噌に溶き卵、めっちゃ美味しそう。初めて見た、そんなやり方。はい、ありがとうございます。美味しそう。すごいじゃんこれ。はい、ありがとうございます。すごい。土手味噌たっぷりつけてた。はい、すごいじゃん。美味しそう。来ましたよ、串の盛り合わせと土手味噌フライです。はい、日本一のね。すごいよ。まあ私はもう注文したことがあったけど、あれほどでかかったことは覚えてなかったよ。またびっくりしたよ。このエビフリア定食に、まあ、ご飯がついてくるし、あとは開かない、開かない。それ力づけでいっても、はい、沈没。あ、白味噌。ショック。名古屋人だったら赤味噌でしょ。ショックショック。で、あとこれは自家製のタルタルソース。これうまそう。めっちゃ美味しいでしょ。絶対に。ちなみにこれは35センチあるかどうかをチェックする。厳しいよ外国人。35以上あるよ。36? 7ぐらいあるよ。すごいじゃないですか。すごい。じゃあこんなエビっているの？これどういうこと？ということでエビを2個つなげてたりするのかな。違うと思うよ。こんなエビ見たことある皆さん？ない。海とか水族館でいないよ。ロプスターどうやって作ってんだろう。だからあれじゃない、エビを3匹ぐらいつなげて作ってんじゃないの。違うと思う。1匹でいます、こんなの。1匹で信じたいけど。食べてみますか。はい、じゃあ食べてみます。なんかでかすぎるからこれで切ってもいいよって言ってたって言ってたけど、これで食べたい。これでどうぞ。うん、プリプリだよ。でかっ。重たいよ。何キロあるんだろうね。うん、プリプリサクサククリーミー。いいね。タルタルソースと合う。うん、めっちゃ合う。これも食べたい。はい、いただきます。すごくないこれ。うん、なんかめっちゃこれすごいわ。味もいいでしょ。味が凝縮されてる感じで、ブリブリでしょ。口いっぱいエビで幸せで満たされる感じ。そう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 、エビ好きにはたまんないと思う。そうで、これもサクサクだし。そうやばくね。ロブスターじゃない。ちょっとこれを土手につけて。あ、熱い。もうでかすぎて口に入ってないもんね。うん、ドテでもうまい。うん、ドテ美味しい。卵溶いたドテ煮ですからね。では、俺の方のドテ煮の串も食べてみましょうか。そうだね。なんかさ、これを見てからさ、このエビ見るとさ、小さいな。これ普通なんだよ。普通のお店だったらさ、このエビが普通じゃん。うん、普通。これ見てから見るともう赤ちゃんみたいな。そう、赤ちゃん。ディップして食べてみましょうか。いただきます。うわ、うまい。おいしい？うん。
これめっちゃうまいでしょ、うん、あ濃いでしょ味が。このタレめっちゃうまい、うん、なんか普通の土手だけどとさ味がコテコテでさ、はい、あ後味がくどくなってくるけど卵入ってるから、あそうかも、ね、さっぱりクリーミーなプラスされてそうかもね、めちゃめちゃうまいわ。ちなみに野菜もありますからね。そう、それがいいんじゃない。レンコンとかもめっちゃ美味しそうじゃない。うん、一口で食べることじゃないよ。うん、ま私も味知りたかったよ、うんうん、ごめん食べちゃった。もちろん私のことを考えてくれた。それエリンギでしょ多分。全部食べたらダメだよ。半分半分残してね。これやっぱさ土手に、土手ってさご飯に合うからさ、これをさあご飯に乗っけて、ご飯と一緒にこういう感じでエリンギと土手とご飯を、うん、これマジでうまい。マジでめっちゃご飯に合う。ちょっとキャベツちょうだい。皆さん知ってますか、このとんかつとかに乗ってるこの千切りのキャベツを、何をやってるの、土手をつけてこういう風に土手キャベツにするとうまいって。うん、まあ、あの味噌カツの下にこう鉄板味噌カツあるでしょ、うん、その下のキャベツがその味噌ソースは全部吸い込んだやつは美味しいけど、こういう風につけるのがよくわかる。キャベツに味噌を染み込ませて食べるとご飯にめちゃめちゃ合います。どこで取れたんだろう、こんなん日本で取れる、こんなでかいエビ。どっから輸入してんじゃない、日本でこんなエビ見たことない、マジでいないよ。アフリカの方のなんかこう大自然の中のナスですよ、ナス。それは一人で卵を乗っけて一口で食べていい。ナスをこんな感じで、あー安静よ。ナス食べれませんか社長。社長は子供なのでナスが食べれません。そうそう、ナスなんて絶対うまいね。じゃ食べてください。うん、うわこのナスめっちゃジューシー、水分がこうジュワーって広がって、この土手のさ汁をこうジュワーって口の中に広げてくれる。よかったね。うん、何まだ半分ぐらい残ってるよな。半分の1残ってるけど結構お腹いっぱいになってるよ。これまで全然いけるよ。あれよかった、シシトか、あれあれかもしれないよ。あ、オクラかもしれないね。オクラだ。このエビ食べていい、このちっちゃいエビ食べていい、欲しければ。エビが多いな。エビ恐怖症ですよ社長。箸が止まってますよ。止まってます。元気なくなってますよ。今これ残り3分の1ぐらいじゃない。ああそうだよ。レナ社長からもらったエビを土手に煮つけて、うん、おいしい。うまい。タルタルソースよりおいしい、うん、俺こっちの方が好きかも。名古屋人だね。レナはタルタルの方が好きでしょ。うん、ここにエビが、量はたっぷりだね。エビが何匹も入りました。こうだよ。めっちゃ美味しかった。ボリューミーだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。食べましたね、社長。ああ食べましたね、高。お腹ポンポンでございますよ。めっちゃ強烈してるよ、ビンちゃん。有名だよね、名古屋で。ああ、そうそう、名古屋でひつまぶしといったら備長さんは一つ有名なお店ですが、でもいくつかの有名なお店があるよ。めっちゃ並んでるね。そしてフライボーがある。フライボー、うん、フライボーといったら山ちゃんと肩を並べる、そう、喧嘩をしてる手羽先の名店ですね。うわ、ここの地下街面白いね。面白いよ。あ、山本屋そこもめっちゃ並んでる。めっちゃ並んでる。そう、あ、もっと並んでる。30組ぐらい並んでるわ。すごいわ。
そんなに美味しいってことだね。山本屋うまいですからね皆さん。僕らも動画作ってるのでぜひ見てみてください。味噌煮込み山本屋です。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。名古屋に遊びに来る方はぜひエビドテ食堂寄ってみてください。名駅からすぐ歩いて5分とかです。はい、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。